宮古町長は、日本の女優、漫才師、司会者、本名、ヒューガ鈴子、東京都中央区日本橋小伝馬町出身、吉本工業出身、長らく情報漫才、喜劇界をリードした関西を代表する、コメディエンヌであった。1920年東京府東京市日本橋区、小伝馬町を生まれ、鈴子が0歳、兄が4歳の時に両親が離婚し、 1924年に父親と兵庫県神戸市へ移住した。父はデパートで家具の販売をしながら、神戸、元町で小さな家具屋を営んだ。父は芸事が好きで信頼説を歌ったり、寄せ芸人を招いては縁を楽しんでいた。1927年家具屋を畳み、父親の思いつきで芝居一座を結成し、娘を座長にさせた。九州の炭鉱町の 小さな劇場で安木節を歌い、初舞台を踏む。その後も、あらゆる芸を身につける。1942年に、吉本工業入りし一座を解散、三遊亭竜士と結婚した。終戦後は、竜士劇団を旗揚げするが、竜士の浮気が元で離婚。初代ミスワカナの死後、一時期二代目若カナを名乗る。 1947年に弟子だった鈴子と再婚し、JR 美少園駅近くのガード下の部屋を借り、夫婦生活を始める。1948年に、町長、鈴尾を改め髪型トンボとして、夫婦漫才コンビ結成して、三重県津市の明けぼの座で、コンビで初舞台。1949年から、秋田実の誘いを受け、大阪でラジオ番組を始めた。 この時上方トンボ改めなんという字となる。が、初代若菜と同じく当時芸能界で蔓延していたヒロポンに手を出し、強度の依存症となったが、治療のため入院するなどして克服。1952年に秋田実の宝塚新芸座に参加し、大阪、道頓堀の中座を拠点に活躍した。民間ラジオ放送早々期の人気番組、漫才学校。 夫婦全在の司会などで知名度を高めた。特に1955年に始まった夫婦全在はラジオからテレビへと20年の長きにわたって続く長寿番組となった。勇事とはおしどり夫婦と思われていたが内情は勇事の浮気癖で早くから家庭内は不毛であったという。1958年の離婚後も数年は公にせず夫婦全在の司会など 夫婦コンビとしての活動を続けたが、週刊誌等で話題になってきたことなどもあり、夫婦全在の番組内で離婚していたことを告白した。離婚後はソロの女優としても活動するようになった。友事とは、講師ともに付き合いは続き、1972年に友事が糖尿病を悪化させ入院し、翌年の1973年に亡くなるまで、 一切の面倒を見たのは町長々だったに、道頓堀の中座で1ヶ月公演を実施、脚本、主演、演出の3役をこなした。大好評であったことから、その後25年間定期公演を続けるという異業を成し遂げる。その他、名古屋などでも定期公演を行うなど舞台女優として大きく羽ばたく。その一方で、タレントとしても、 二次のワイド賞での辛口コメントなどで健在ぶりを発揮していた。1971年に第8回放送費評価賞を受賞。1984年に四次報賞を、1993年に君四等報刊賞を受賞。1998年幸せのために5月21日発売昔から腎臓に持病があり、晩年は、 車椅子で移動しないといけないほど体調も悪化したが舞台に対する思いは強く積極的に舞台に上がったその様子は NHK スペシャルでも取り上げられ話題となった最後の舞台は1999年10月15日の純粋半特別ゲストとして登場し自身のホームグラウンドと称していた中座の閉館を惜しんだ2000年3月に テレビ出演したのが公式の場に出た最後となり、10月12日午後1時7分に、慢性人不全で、大阪市天皇区の NTT 西日本、大阪病院で死去、80歳没。墓所は、大阪市天皇区大前寺。没後、地下約4億円と言われる、大阪文み直の自宅を記念館として整備、したいという議定の一人と売却を主張する他の、 親族とで約8年にわたって争いが続いていたが土地の一部分割売却で決着。改装を経て2008年5月24日に宮古町長記念館がオープンしたが2018年6月10日にて入館者の減少による財政混乱のため閉館した。亡くなった後も関西地方では根強い人気があり大阪府のひったくり予防キャンペーンの CM に かつての映像が登場するなど、親しまれている。ほか、ありがとうございます。